ははいいいこんにち,は、えー、てっちゃんはジャーナリストいつもごご視聴ありがとうございます元横綱白鵬以前はね複数人の、まあ、愛人を抱えていたと言われていますけど今現在はどうなのかと言われると最低でも1人はいると言われていますでそれもね、えー、看護師出会った当時が、えー、看護師さん25歳でこの看護師さんはね、えー まあ、看護師をしながら夜ラウンジかどっかで働いていたということで、まあ、そのラウンジで知り合ったんじゃないかとも言われています。で、えー、この2024年の3月、まあ、つまり、えー、先場所ね白鵬はいろいろ叩かれてねこういろいろ言われてて厳罰を下された時期その時期にもね足しげく、まあ、通っていたというふうに言われていてその女性のマンションにね 言われたので、えー、まず今もねいろいろこう、えー、皆さんねどこの病院だろうっていうことでいろいろ探しまくったんですけどなかなかね、あのー、それは見つからなかったただ通うということなので東京都内だろうと言われていますが、えー、感覚的にね、あのー、あの夜ね勤めることができるということになると夜勤のない 病院まああんまり大きくない病院じゃないかなとも言われてるみたいですけどじゃあ奥さんはねなんでねあの別れないのかって言った時にこれねもう容認してるというふうに言われていますで白鸚自体も隠さずにねあのそのモンゴルにそういう文化があるかどうかは別にして奥さんはもう知ってるとだから離婚はないということらしいんですが、まあ、別の動画でも言いました通りそり白鸚のお姉さんね実のお姉さんも えー、ある作曲家と、まあ、不倫関係にあるということを動画で話しましたけどももしかしたらまあモンゴルではね、まあ、そういうことがまあそんなに珍しいことじゃない悪いことじゃないという、えー、風潮があるのかもしれません、えー、白鵬の現在の愛人は看護師少なくともこの看護師一人はいるということです。